ところだって、あ、来てくれてありがとう。おはようさんちゃん、こんばんさんちゃん、アイスありがとう、こんばんは。てつな、お疲れ様、ありがとうございました。てつな、こんばんは。アイスありがとうございます。こんばんは、一ノ瀬さんのせいちゃん、どういうこと？あ、一ノ瀬二ノ瀬の、あ、一ノ瀬二ノ瀬三ノ瀬ちゃん、なんでやねん。こんばんは、こんばんは。カノさん、お腹同じ、お腹同じ。今日はお腹出し以上でした。うなじも確かに今日の髪型は見えますね。こんばんは、こんばんは。今日の声のお見送りの時ププってなってひどくない？だって。まあ、ププってさせたでしょ、ププってさせたでしょ、あれは。ありがとね、かわいい、ありがとう。サイリウムもありがとう、たくさん。かわいい、ありがとうございます。アイスありがとう、こんばんは。スミントチョコ、おはようさんちゃん、アイスありがとう、こんばんは。はじめまして、こんばんは。ハートありがとう、アイスありがとう。おへそは見えなかった。見えなかったですね、今日は。アイスありがとう、せっかくのボケ間違えないで、だって失礼いたしました。普通になんか意味わからない句読んじゃった。アイスありがとう、こんばんは。おやすみんとチョコ、てつな、お疲れさんちゃん、ありがとう。アイスハート、ありがとうございます。こんばんちゃん、なんでね。アイスありがとう、タコちゃん、チゲラ、ありがとうございます。チゲラッチャ、ハートありがとう。福岡のお土産はもらえたの？だって、ねカモンはね、もらってないです。もらってないです。もしかしたら知らなかったかも。こんばんは、アイスありがとう。こんばんは、さんちゃん、こんばんは。ハートありがとう。ぷくぷくありがとう。ご機嫌いかがだって、ご機嫌はグググーかな。こんばんは。今日はね、もうすでにラスボスを倒したんです。ラスボスというのはお風呂ですね。もう帰ってきてすんごい勢いでラスボスをあちょ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 と倒したので、お風呂上がりさんちゃんです。こんばんは。なのでもう配信が終わったらコンタクトを取って、おやすみとチョコ、こんばんは、ハートありがとう。おやすみとチョコ、一ノ瀬かのさん、こんばんは。皆さんありがとうございます、使ってくださって楽しい会ありがとうね。切な、5年ぶり、わあ、嬉しい。ありがとうございました。こちらこそ。ボードもありがとう。やったら眠いけど頑張る。ありがとう。来ててくれて。一ノ瀬、かわいいねー。だって。ねちょっとキラキラな感じありますよね。お名前に。こんばんは。こんばんよんちゃんのでね。おやすみとチョコ。ハートありがとう。おやすみとチョコ。アイスありがとう。一ノ瀬カロンさんに推し変したらどうなりますか、だって。推し変したくなっちゃいましたか。おっと、どうなるのかなそれ。こんばんは、アイスありがとう。おはようさんちゃん、雷じゃないからへそ取らないよ。そう、今日はなってないけど昨日雷すごかったですよね。アイスありがとう。一ノ瀬みえちゃん、どこ行った、髪型熱すぎて飽きたの。そう、今日本当に蒸し暑くって、公演終わってからももう本当にジメジメというか、やっぱ汗かいたりとかするとベトベトしてたから、もう帰ってきてすぐお風呂に入りまして、クククアイスありがとう。おやすみとチョコ、こんばんは。そうで、髪の毛をあげました。こんばんは、カロンちゃん。オンライン参加、チキ会中参加、申し込んだよ、だってありがとう。今日のね、23時59分までだから、あと1時間切りました。でもまだいけますね。まだギリ間に合います。今からでもぜひぜひお待ちしております。あとカロン、ちょっと勘違いしちゃってたかもしれなくて、そのチェキ会のことを勘違いしちゃってて、多分あのツーショットチェキ会と勘違いしてた気がするのね。ていうか、そういう発言を朝配信とかでしちゃった気がして、
ポーズとか多分今回はツーショット的会じゃないからポーズとかは決めるとかはできないのかなとか思って、なんかちょっと間違えたことを発信しちゃってた気がしてすいませんでした。今日の髪型可愛かったよー、だって、はーい、イエーイ、カチモリっていう髪型でした。あの初めてやりました。なんかちょっとおしゃれな髪型っていうカノンの中で一つなんていうのやるのにハードルがあったんですよ、勝手にね。全然あのやっていいんだよ、ダメとかないんだけど勝手にカノンがちょっとおしゃれすぎて勇気が出てなかったんですけど、そのハードルを超える、ちょっと今回今日はやってみようかなと思って、毎日お美しい世界一の神様さんだお姫様こんばんは、だってありがとう、いつもありがとう、コンタクト YouTuber みたいに見せて、なんでやねんまだついてます、こんばんは、もう一プロ、もうすごい、もう一瞬で、はい、タス倒しました、ナスボス。かみちゃん、ごまさんちゃん、今日はこれお疲れ様、立ち見のお再生で楽しかったよ、だってありがとねー、今日も楽しかったです、ありがとう、エスミントチョコ、うちわもありがとうございます、俺もお風呂入った、そしそはですね、だってなんでやねん先生、カノンさん独占、そしそし、アイスありがとう、こんばんは、アイスありがとう、ビッグアートありがとう、ユミハート、じゃじゃん、じゃらららじゃじゃん、ありがとうございます、そしそし、そしを阻止してる、そしそしのそしを阻止、アイスありがとう、ハートありがとう、サンちゃんが一番可愛かったよ、だって、あー優しいね、ありがとう、こんばんは、ハートありがとう、一ノ瀬カノンちゃんでした今日はね、はい、ラスボスの1個前のボスは何ですか、ラスボスの1個前のボス、なんだろう、あ、2階から服を持ってくる2階にお洋服がしまってあって1階にお風呂があるんですよ、だからそれがやっぱちょっと一つあの一個前にあるやつですね、はい、結婚して、そしそし、こんばんは、くまちゃんだ、こんばん、くまくま、ありがとうございます、くまちゃん、イエイイエイイエイ、こんばん、くまくま、ありがとう、いいよいいよ、発見できたよ、結婚して、そしそし、こんばんは、アイスありがとう、ボーザのカノンでもいいですよ、だってなんでやねん、そしそし、アイスありがとう、阻止されてるこんばんは、いつも通りサンチェンの太ももが一番美味しそうだって、ダメだよ食べちゃ、あの方は食べるから後ろ向かないでね、はいはいとか言っておやすみとチョコ、今日もコメントが入っておりますね、ありがとう、たくさんコメント、こんばんは、申し込んだよ、だってありがとう、自分の名字が、あれ違うか、あれあれあれ、こんばんは、アイさんありがとう、ブクブクありがとう、今日は仕事終わったの遅かったから実はありがたいできませんでした、だって、あーアーカイブでぜひ見てね、今も会を一周してみて、だって、一周は してもいいけど本当に普通に結んでるだけですよ本当に普通に結んでるだけ、こんばんは、ぷくぷくありがとう、クルミン可愛かった、クルミンは可愛いよ、可愛いよクルミンは、うん、もう本当に今日もね、もう本当にもうクルミンが優しくて、どうして似合ってたよ髪型だって、ありがとう、やってよかったです、あらみちゃんどうでしょう、だるまちゃんが転んだ、ありがとう、お手紙ありがとう、同じ、まあまあまあそうですね、アップにしたら同じは見えますねよかったですね、ぼくぼくありがとう、鉄見娘さんちゃん可愛かった、あ、ありがとうございます、お抹茶また飲みたいな、こんばんは、アイスありがとうございます、
同じ。あいつありがとう。またまきこ姉さんの家に褒めちゃった魚がいました。あ、今日ちょっと水を飲ませていただいて、はい。テロップはなんか入れよう入れようと思ってて入れられてなかったぞ。ちょっと普通にこんばんはにしようか。こんばんさんちゃん、たこアイスありがとう。こんばんはぷくぷくありがとう。アイスありがとう。あくまちゃんありがとうございます。今日は見つけられました。じいさん、よろくもありがとう。Thank you。ありがとうね。俺も家に着いたらすぐお風呂 T シャツ絞ったら、あら、汗が絞れるぐらい。わあ、めちゃめちゃ動いてるじゃん。アイスありがとう。おやすみとチョコ、こんばんは。アイスありがとう。2階に置いてあるお洋服を YouTuber みたいに見せてたってダメだよん。ダメだよん。あたりと今日は大富豪やらないの。はい、今日はちょっと大富豪はお休みですね。今日はですね、ちょっと見せようかしら。お弁当をそうもらって帰ってきたので食べようかなと思って。夜ご飯がねまだ食べてなかったので、もぐもぐ配信です。お箸、お弁当、箸置きを、おい、オッケー。ハートありがとう。クマ見つけてくれありがとう。大好きだね。ありがとう。ありがとうよ。見つけられたよ。アイスハートありがとうございます。アイスありがとう。のちのち、かえのち久しぶりに来てよ。好き好き好き、いやー好き好き好き、わーおー今日もあらぶってるね。ありがとう。好きやー、ありがとうね。こまごよさんちゃんいましたね。嬉しいですよ。はい、ありがとうございます。湯船でうとうとして3回ほどブクブクして、危ない、本当危ないよ。気をつけないと、気をつけてくださいね。本当にこんばんさんちゃん、とりあえずオンライン会3つ申し込んで先着でまた申し込もうとしてるだって。 ありがとう。楽しみね。あれだよね、2時からは多分先着なので、はい、カノンさんお菓子の袋開けてもらえますか。任せてください。全然開かないお菓子の箱じゃない袋ありますよね。こんばんは、こんばんは。今日はフォルクスでステーキ食べてきました。いいですね、ステーキ素敵。アイスありがとうございます。こんばんは。うわー、美味しそう、おいしそう。二段弁当、さあ一段目はおかずが、じゃ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 ーじゃ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 ーじゃ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 なんかね、もちもちしたやつとレンコンとお漬物、おいしそう。アイスありがとうございます。こんばんは、アイスありがとう。こんばんは。くるみが優しくカレーパン買ってきてくれた。え、近いです。カレーパンではないんですけれど、あの今日お行公演終了後に衣装から私服に着替えるわけじゃないですか。で、私服はあの自分の座ってる楽屋の方に、座ってるところに置いてあるんですよ。それであの衣装部屋に着替えに行くんですけれど、カノンが今日私服を持たずに衣装部屋に行ってしまったんですよ。で脱ぎ始めちゃったの。だからみたいな、あ、お洋服持ってくるの忘れたって言ってたら、隣にいたくるみんが、え、持ってきますよって、持ってきましょうかって言ってくれて、もうなんて天使なんだっていう話ですよね。あの
お言葉に甘えて持ってきてもらいました。もうありがとうくるみん、本当にもう本当にくるみんありがとう、本当にありがとう、もう素晴らしいよくるみんは。はい、そうなの。そうで、そしたらね、近くにいたそれを見ていたカイニャンさんがね、あ、さんちゃんがくるみんを何、ちょっと言葉違ったかもだけど、さんちゃんがくるみんを走らせてる現場目撃しちゃったってカイヤンさんがね、あのいじってくれて、もう本当にもう本当にね、本当にありがとうございます。いじられちゃった、いじってくれたの。そう、本当にもうくるみんありがとうございました。こんばんは、のんちゃん私のものー、そしそし、こういうお疲れ様、一ノ瀬さん、ミルタンと通称最近多くて思い出作れ多くて思い出作れてそうで嬉しい、だってイエーイ。そうね、チームで動いたりとかね、手伝も初だったりとかで確かに嬉しいですね。アイスありがとう、こんばんは。しかしなんでのんちゃんミルタンに出れてたんでしょう、ミルタンが可愛いからだよ。のんちの私のものだー、そしそし、沢太郎が一緒の世代自分の親になるのを待ってますだってそしそしされるみんなに、のんちはダメ、そしそし愛されると熟し、すごい、もうコメントがおかしなことになってる。おやすみチョコ、ねね、今度友達とアンパンマンミュージアム行くんだけど好きなキャラとか言われていいね、アンパンマンミュージアム行くの。なんかカロンの好きなキャラか、カノンは好きなキャラは、なんだろうな、好きなキャラは赤ちゃんマン赤ちゃんマンかな、赤ちゃん中毒気をつけ、あ、はい、気をつけます、だいパッと見はね、大丈夫そう今日。じゃあいただいていこうかな、ちょっとビュンビュンするね、ご飯食べるからありがとう、たくさんのコメント、ね、ポニーちゃんもぐもぐ配信です、はい、アイスありがとう。別な二人で何してたの、定点見たけど、え、いつの話だろういつの、いつだろう、どれだろう、どれだろう、虫じゃないよ、ひつまぶしね、2分半でねやってたみたい、食べてたみたいですね、虫と1263日、ありがとうございます。もう本当に本当にくるみありがとう、手伝でお腹見せっこしてるし、あ、かえにゃんさんとかえにゃんさんと、そうかえにゃんさんとね、お腹見せやってた、今日お腹出しだったんだから、邪魔だと思った、大正解じゃん、充血してる、そう目薬さして、うん、ちょっと今ないから、取る時にはしっかりさして柔らかくしてからコンタクト取りますね、ありがとうございます、ぷくぷくありがとうカロさん、今度お店に名前書く時はぜひ自分の名字を使ってくださいだってなんでやねんありがとうね、なんかまあ自分のって沢田で、沢田、はい、アイスありがとうございます、ちょっとご飯食べます、皆さんに食レポしますね、ではいただきます。じゃあですね、まずはこの緑のですね、これは何なんでしょうか、麩ですかね、もちもちしたこのお弁当のシリーズには毎回入っている緑のもちもちしたものです、これは大好きです。
匂いはなんか緑の青のお野菜の味がします。あ、匂いがします。香りがね、香りですね。うん、もちもちしてる。よもぎかな。よもぎっぽい。よもぎですかね。うん、よもぎだと。ねっとりではないです、もっちりです。リトルグリーマーではないよ、もう全然でも食べてみたいですね、リトルグリーマー。よもぎ甘くない、よもぎだと思う。ほら、おくっかこう、おく、お、もちってしてる。癖になりますね。すごい変な動きしちゃった。あのペットボトルの飲み口のキャップの閉まるくるくるのところ、ちょっと溝があるじゃないですか、キャップの閉まるように。そこに水がさついてるというか溜まってるとさ、飲むときにターンってなるよね。わかります？溢れるというか、なんて言ったらいいかな、甘いか苦いか、よもぎが好きな人からすれば甘い、よもぎがちょっと苦手な方からすれば苦いかも。意味不明だね、ちょっとね。美味しいですよ、とっても大好きこれ。で、味ご飯って言えばいいかな、ご飯。出汁が効いてますね。よもぎかヨギボ、よもぎだね。やり直し三餅のあんこ抜きみたいな感じ。うん、味はそれそんな感じで、食感がもっとね、餅よりも弾力がある。おこわじゃないねこれ、多分お豆が入ってる。のんちがいっぱいだありがとう、こんばんは、アイスありがとうございます。じゃあおかずの方は、照り焼きソースの鶏と味噌カツです。もちっこだと思うよ、照り焼き。バラオンはね、あ、入ってますうん、このコマフグか、もぐもぐ配信するの。
美味しいですリスリスキッチ、全然食レポできないわ。めっちゃ美味しいです。冷めても美味しい系のやつ。これはそのお弁当を作ってるの苦手の人よね多分これを食べ終わったらこっそり天一チャーシュー麺に行くんでしょ。行かないよもう行かないよ。皆さんこそ行くんでしょ。私はのんちのお弁当食べれないので愛だけ伝えることに集中します。ありがとうございます。あれは眉毛はさすがにちょっと1個しかないから、これあのちょびひげサイズ。今日のバラ遠近法でつけれるかな。さんちゃんさんありがとうございます。こんばんは。チームイジョキコミュニティのりに最近ほっこりしてますだって。お嬉しい、ありがとうございます。次味噌買っていきます。うん、ありがとう。アイスありがとう。初見さんもハートたくさんありがとうございます。今日はありがとう。明日も嬉しくなって、あーよろしくね。公演談していこうぜ。俺冷めてるけどかわいい。冷めてないよ、お茶のまま。だまだ遠いよ。おえんありがとう。ムラン姉妹ね、ミキちゃんとアランちゃんがやってたんだったかな。スクショコレクション。ケロケロ。13分4秒で完食できそう。できるかな、できないかも。じゃあ次は味噌カツをお伝えしますね。おーパク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 、見えてないかな。お、スクショコレクションは見えてるよ。スクショコレクション、いただきます。うん、おいしい。ご飯が進みますね、味噌はね、やっぱね。めっちゃお濃い味噌だわ。赤味噌っぽいっていうか、なんかね、なんて言っちゃうのかな、めっちゃ濃いこのお味噌。お味噌詳しくないからわかんないけど、違う可能性が大だけど、こう八丁味噌とか言いたくなる感じのお濃い味噌です。めちゃめちゃ、うん、美味しい。チーム公演の最初の曲は世界で一番の上でひらってさせる時の指先がないです。世界で一番おっFuck.
美味しいじゃん。サメと硬くならない。いやーやっぱそりゃーさ、出来たてと比べたら硬くなっちゃうけど。もぎもぎしてる。ミニアンパン、うわー今の時間のミニアンパン絶対に美味しい。寝る前に堂々食べる女子。だってお腹空いてるの。つけて味噌かけて味噌、味噌おたなの。みきのちゃん見て、から味噌ん？あ、そうそういうこと。なんでやねんですね。なんでやねん。その時の指先が切れすぎて画質良くしてスクショしてる。嬉しい。この手はですね、昔ジャズダンスを本当に全然あのうまくはないんですけれども、一応ねジャズダンスを習ってたことがあったんですよ。を習った時に本当にもう一から教えてもらったんですよね。そう、もうまず手の形の作り方から教えてもらったんですけれど、その先生に、その先生が宝塚をやられてる先生なんで、本当にすごい、普通に本当に素晴らしい先生なんですけれども、そうそうそう、叩き込まれた。できてるか分かんないけど、指先のパラパラから教えてもらったんです。なんかもっとねパラパラしてた気がする。今はなんかこういう感じだけど、なんかこっからこうなんていうのかな、こういう感じ。そう、でもしっかり教えてもらったんでね、それが生きてるのかもしれません。本当にね難しかったです。まあ、今も綺麗にできるかって言われたら全然できないんですけど、1番2番とか足もやった。1番2番かな、3番4番5番、あ1番が違うかも。1番2番3番4番5番とかかな。3番かな、4番5番6番やったんですけどね。結婚してそしそし美味しいです。うん、卵焼き、あ、この前卵焼きがめっちゃ上手にできたので、またどこかで送るかもしれません。うん、あとねアラセゴンドみたいな、いろいろプリエグランプリエルルベアップ
やってたんですね。なんかいろんな一ノ瀬が出そうですね。消費券とか、あ、書いてあるかな。でも、もう今気づいても手遅れだから食べちゃおう。チョコバーが好きですアンバー、アンダバーチョコバー、やっぱ満足バー。名古屋の寒いけど私甘い感じ、ご家庭によると思いますね。うん、多分。スヌグランマの卵焼きとスヌママの卵焼きもまた違うし、ブカありがとう、チョコバッキーアイスありがとう。大事なこと、なじみ昨日なんてラジオ神回じゃねえ、だってうん26かも、危ない26じゃなかった、お間違いなくだよ、昨日だからね、間違えちゃダメよ絶対にクが待っててね、カノンが待っててね、からうん待ってる、ん、待っててね放送を待っててね、分かんない、カロンが間違えてるかも。放送26ですね、危ない、結婚してそうしそうし、美味しいですね。ちゃんとレンコンさんが入っています。カノのちょっとテンションが上がることを意図的にやりますね。これがこう意図的にじゃなくて自然となってた時にテンションが上がるっていうのを披露しますね。うまくできるかな。あーちょっとうまくできないな、ここはどうかなちょっと難しい、うまくやるの。レンコンってなんでこんな穴開いてんだろう。きたこれです、カノンのこれが意図しないで自然となってた時テンションが上がること、お弁当で。まで3、2、1、じゃじゃーん、なんだ、空気を通る穴なんだ。ほう、下寝坊して新幹線を送るように寝ます。おやすみ26まで待てないからしれんこんはなんとなく知ってる、多分食べたことある。じゃじゃーん、これです、れんこんの穴にめちゃめちゃぴったりな唐辛子が入っていた時、鷹の爪、そう、これが意図しないで気づいたらこうなってた時、ちょっと見てってなります。見てハマってるってテンションが
が上がりますね。共感してくれる人いるかな。うん、あんまりいないかもしれない。結構ありますよ、ハマってること探してみてね。初めて見ましたか、シンデレラフィット。イエス、ジュースありがとう。レンコンとかタケノコとごぼうとか好き。あ、根菜、美味しいよね。絶対共感したくありませんだって。結構テンション上がるんだけどな。お肉、レンコンの中覗くか。レンコンの食べっぷりがいいね。美味しい。それは当たりですか。ちょっと缶の中では当たりですね。なんかすごい発想になってる。レンコン噛み切れません。どういうこと。うん、美味しいですね。これは絶対調味料に酒が使われてそう。結婚して、そしそし、レンコンの上から見る、下から見る、どっかで聞いたことあるやつ。花火を上から見るってことはドローンですかね。うん、今日はそうお腹出し衣装で、前回カノンが着てたやつは多分ナッキーさんが着てたやつかな。休校率の高いルームだ。またまた上がっちゃうよ、結婚してください着てるから。ジュースありがとうございます。でも前回よりポニポニしてなかったはず。自分で言うのもあれですが、美味しい。この皮が美味しいよね、鶏の。全体的に味付けのセンスが大好きです。好みあるじゃないですか、卵焼き一つにしても照り焼き一つにしてもめっちゃ美味しい。欲しいになっちゃった。レンコン、アイスありがとうございます。全部最終的には食べられるけど、配信中には食べられないかも。嫌いな食べ物はない。ハートありがとうございます。卵焼きは甘い派です。カノンはどちらかといえばおかず卵焼き派なので、甘くない派かな、だしとかな感じだけど、甘いのも美味しいよね。うなぎ美味しそうでしたね。だって美味しそうだった。カノン着替えててね、見れてないんだけど、
0時過ぎても OK かシール見て、 OK じゃなかったらどうするの。ちょっとどこに書いてある。ちょっと見つけられませんね。カナさん食べられる、まあ無理しない、そう食べられるけど無理せずゆっくり食べますね。ハチノコもおいしいよ。でもハチノコは食べられるけど、なんて言ったらいいんだろう、なんて言うんだったかな、野暮、野暮じゃないわ、イボじゃなくてヤゴだ、アゴだ、ヤゴですね、ヤゴ、ヤゴだよね、ヤゴじゃないっけ、うん、ヤゴじゃないっけ、ハチヤゴはあれか、トンボ、え？ちょっとご飯中にちょっと見るあれじゃないの、これめちゃめちゃ標本みたいな、うん、風で違うわ、ヘボか全然違ったみたい、ごめんなさい、調べてよかった、ちょっと待ってよ、ジバチ、ジバチ、地域にすがれやヘボなどと言われてもこれヘボだ、カノンが言いたかったのは、ヘボ、らっきょうが嫌いだからこれを食べるとき店員さんに確認してからお出します。おお、連行されてるじゃん。アイスありがとう。スマホの上にミキのいるから職場の人にこの子は可愛い子たち誰かな聞かれましたって、嬉しい、ありがとうございます。ゆずぼさんめっちゃ髪サラサラ、めちゃめちゃサラサラでした。どうしたらあんなにサラサラになるのでしょうか。子供の上、祖母がフライパンで行ってくれて食べてたね、カノもそうそう、最近は食べてないですね。今日仕事先にスズメバチの巣発見しましたまだ知ってなかったんで撃退しておきました、よかったです。ヘボだヘボ、ヤゴはトンボだ、失礼いたしました、ヘボ、カムちゃんにヘボが出る言われてどういうこと、もうアイスありがとう、もうキューティクルがどうなって、もう素晴らしかった、2人に聞かれて1人ずつミキとのんちを指さして指さしてくれて嬉しくなった、嬉しい、おはようさんちゃん、布教しといてくださいね、ミキのもたくさんの方に、うん、ヘボでした、だいぶハチになってるやつはちょっと勇気いりますよね、足とか出てきちゃってるやつ、うんうん、
と9分本当だ。愛されるカモンさんも髪綺麗ですよ、だってありがとうございます。でもちゃんと知っておけばね結構大丈夫、綺麗なはずですよ。そのままだとちょっとボサコちゃんなんだけど、くせっ気なんかな。ヘボググったらやばかった。苦手な方はいや、ググらないことをおすすめします。ミツバチかーん、いろんな人にねミキの広めてもらわないと。芋虫ギフトで芋虫チョコね。蜂のモノマネ、蜂のモノマネ、蜂っていうかあのなんだっけあれ、クマンバチでいいかも。じゃあクマンバチのもう顔のイメージはちょっと待って、自分でつぼっちゃうの、なんかねクマンバチのイメージこんな感じ。すごい怒ってそう。クマンバチこんな顔してそう。似てる、どういう意味よ。散々朝のこの真似似てなかったのにクマンバチ似てた。わかります、クマンバチってこう思ってる気がするな。油つけ、油スクショスクショされちゃった。クマンバチ怒らせたらいかんよ。少し早く寝てもいい、またね明日ね、ありがとうね、ゆっくり休んで。こちらこそだよ。クマンバチの特技に書こうかな、クマンバチのモノマネって。ほんと怖いんだからクマンバチって。現れた時の逃げっぷりはすごいよ。あのお気に入り、ミツバチ、ミツバチは働いてるんで、働いてて、なんか黄色い、もうちょっと優しいイメージがあるかな。ミツバチはね無理なんだけど、なんかホワーンってしてそう。ミツバチは女王様のためにポン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 。ビッグマンバチはもっとまんまるってしてる感じ。これが早いイメージ、うん、待って、足ちょっと待って、全然皆さんも面白くないかもしれないけどさ、足のラムチは絶対さ一人でつぶっちゃう、どうしよう。足のラムチは絶対さこうやって飛んでるブーンってこうやって言うと、もう足がわかりますか、こういう感じで足長鉢は飛んでる。足長鉢の足って、足長鉢の足ってなんかさ、こうなってるでしょ、こうなんかこうだるーんってしてて、こう力が入ってない感じ、こういう感じ。あと何バチがいたっけ、あもうあと4分しかないじゃん。ちょっとお弁当はあとで美味しくいただきます、ゆっくり。足長バチ無理。もういないか、ハチ。オオスズメバチはもうすごい剣幕、なんかでも
大スズメバチはちょっと自分のことかっこいいと思ってるかもしれんね。ナルシストな感じで、こうプンみたいな。ありがとうございました。今日も13位から33位も張り切ってどうぞ。ちょっと急がないといけないかも。13位、カニ座のせいさんです。なんでやねん。アトマ婚約ファミリーありがとう。12位、カツトイソです。ありがとうございます。11位、サンマルさんです。アトマ婚約ファミリー大好き、ありがとう。 Thank you。 10位、ヒラソルさんです。ありがとう、ヒラソルさん。9位、ペケシャン、アットマークピーチソード大好き。桃の香りはじけた、ありがとう。8位、タカ矢島さんでいいかな。ありがとうございます、タカさん、ありがとうございます。7位、ふみふみさん、アットマークくわみに、ありがとうございます、ありがとう。6位、はやとしさんです。はやとしさん、ありがとう。5位、阿部ちゃんさんです。あとまくくんべっとり俺とくんでオッケーオッケー、ありがとうね。 Thank you。 4位、悲劇のヒーローさんです。ありがとう、ヒーロー、ありがとう。そして3位、まさにしさんです。ありがとう、まさにしさん、 Thank you Thank you、 ありがとうね。そして2位、じいさんです。役目八のも前面白かった、そんなあなたが大好き、ありがとう。どれがお気に入りだった？クマンバチ、ミツバチ、アシナガバチ、ありがとうね。ゆるくま、ありがとう。そして本日のいろ配信の第一はトゥル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 トゥプーさんでいいの？あとは結構ミリピッキャル、ありがとう。プーさんでした。ありがとうございます。1位素晴らしい。ポポポポポ。ありがとうございます。そして今日の8時後やっこさんはタラッタッタッタン。シュウダイさんです。ありがとうございます。改めてぜひあとは結構になっちゃってくださいね。キュッ。はい、ということで今日は変な話に最後はなりましたが、とても楽しかったです。少しも気になってくださった方はぜひコーナーとピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてください。そしてまた二次販売があるのかな、オンライン特典会の方もお待ちしております。それでは今日もこの辺で、また今夜はね、おやすみなさい、おやすみ。足長待ち。おやすみ。おやすみ。バイバイ。あ、ブーンブーン。おやすみ。ありがとうございました。